天皇皇后両陛下が沖縄でお召しの狩牛姿に称賛が集まっています。沖縄の伝統染色物、文化や自然などをモチーフにしたデザインを特徴とした狩牛ウェア、それは沖縄県などで主に夏の間着用される半袖の解禁シャツ、1970年に沖縄シャツとして発売され、その後2000年に名称を狩牛ウェアに統一。同年に開催された沖縄サミットを契機に広く着られるに至っているようです。今回は狩牛姿の天皇陛下と皇后雅子さまの沖縄の人たちとの交流を見ていきましょう。両陛下の狩牛ウェアと陛下のミンサー織ネクタイ、この動画を見たあなたはきっと沖縄の方に心から寄り添われる両陛下の細かいお心遣いが伝わってくると思います。一言で言えば、両陛下の狩牛姿に心が温かくなるのです。普段は絶対に見られない両陛下の狩牛姿、それは沖縄の方々に対する両陛下から自然とにじみ出た優しいお気遣い、寄り添いでしかありません。それでは狩牛姿の天皇陛下と皇后雅子さま、狩牛姿に心を打たれた国民の反応の2つの項目で見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。狩牛姿の天皇陛下と皇后雅子さま、10月23日夜、天皇皇后両陛下は即位後初めての沖縄ご訪問を終えて無事に帰郷されました。沖縄ご訪問は22日から23日の2日間で、2人揃ってのご訪問は25年ぶりでした。両陛下はまず激しい地上戦が行われた糸満市に向かい、戦没者慰霊へ国立沖縄戦没者墓苑に白い百合の花束を供えられました。初日の夜は沖縄の復帰50周年式典の関係者と交流された両陛下。23日午前、宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで開かれた国民文化祭と全国障害者芸術文化祭の開会式に出席。開会式の際、天皇陛下は沖縄の伝統的な織物の一つであるミンサー織のネクタイを着用されていたのが印象的です。そして午後には沖縄の伝統染色物、文化や自然などをモチーフにしたデザインを特徴とした狩牛ウェアをお召しになっていました。狩牛のシャツ姿に着替えた天皇陛下と皇后さまは沖縄工芸の森を訪問し、造形ワークショップの参加者が描いた絵について質問をしていました。イベント内のワークショップにて両陛下は一人一人に丁寧にお言葉をかけられていたといいます。沖縄の伝統が感じられる狩牛ウェア、そしてミンサー織、これらをお召しになっていた両陛下の地元の方々へのお心遣いが見て取れますね。このところはお二人揃ってのご公務が続き、雅子さまのご体調も心配されますが、沖縄ご訪問中の雅子さまは終始笑顔でお話しされていました。ネット上の SNS では両陛下の沖縄でのお姿に心を打たれたとの声が多く寄せられています。それでは見ていきましょう。細かい心遣いです。地元の人間からしたら、まさかここまでなさってくださるとは。国民一人一人に寄り添おうというご様子が見て取れます。心が温かくなります。この心温かく国民に寄り添い、優しさであふれる天皇皇后様の令和の時代が末永く続きますように、健康にはご留意されますように。狩牛もミンサー織のネクタイも陛下が着用してくださることで、こうして記事になって多くの方に知っていただけるのは素晴らしいことだと思います。ミンサー織というのは陛下が着用されることで知ることができました。成長した豆生地の子供たちと再会できたのも、東宮御所に招かれた時に愛子さまとバレーボールを楽しまれたという当時は知らなかったエピソードも知ることができてよかったです。
心配りと優しさが感じられる両陛下のご訪問だったと思います。天皇皇后両陛下、沖縄訪問ご苦労様でした。珍しい仮ゆし姿はとても印象に残りました。細かいお心遣い、心が温かくなります。同感します。戦没者墓園への強化と遺族一人一人への丁寧なお話にはお人柄を感じました。お二人での沖縄訪問は25年振り、さらに即位後初の沖縄訪問に地元の皆さんは大歓迎でしたね。国民文化祭では障害者や健常者の皆さんにこの仮ゆしのお姿で一人一人お話しなされました。2016年に小学生だった豆記者が今は高校生になった6人との再会にとても喜ばれて懐かしく声をかけておられましたね。沖縄は天皇皇后両陛下にとっては3世代おのおのの思い入れがあると思いますが、両陛下は戦争を知らない世代ですからなおさらでしょう。今年は沖縄返還50周年記念式典が開催されて両陛下もオンラインで参加されました。実際に訪問されて喜ばれていると思います。テレビで見ましたが本当にすごく素敵でした。気品と優しさ、慈愛がお二人から発せられている感じです。ニュースで少しだけでしたがすごくお似合いでした。お二人の姿や表情を拝見して幸せをいただきました。令和が長く続きますように。両陛下の沖縄に寄り添うお姿に感動しました。天皇ご一家にはとても幸せを感じます。陛下は常に国民を見ていてくださいます。必要のないお金はもちろん使いませんし、敏宮愛子様におかれましては必要なティアラ制作まで控えてくださいました。弟宮の55億の改築費用とは比べ物になりません。これからもどうぞお体を大切にご公務をなさってください。令和の時代が長く続きますように祈っています。嬉しく元気になる記事です。これこそが皇室のあるべきお姿かと思います。心配りが感じられないまま、まず自分たちの主張を押し通して何につけても長く大騒ぎを続けているとしか感じられない。弟宮に代が移ってしまうならもう皇室なしにしてもらっていいくらいに感じている今日この頃です。天皇ご一家には感謝の気持ちでいっぱいです。令和が長く長く続きますよう祈っています。国民に寄り添い地元の片方への敬愛と親しみを感じさせてくれる天皇陛下と雅子様に癒されました。一朝一夕で培われたものではなくお育ちと環境だと思います。国民が求めるのは学歴や国民を敵視するような皇室ではありません。やはりこのお二人に育てられた愛子様にお世継ぎしていただきたいです。雅子皇后様がお元気になられて笑顔でご公務をされていることが個人的にも励みになります。一般人には想像もできない慣れない大変な環境下で天皇陛下に支えられて現在に至るのだと思われます。愛子様も両陛下の愛情に包まれ清楚につつましくご成長されているようで何よりです。心からの寄り添いの言葉がお姿で伝わりますね。両陛下だからこそ悲しみを計り知れない沖縄の遺族の方々との分かち合いになられたのかと思います。決して忘れてはいけない戦争という行為を繰り返さないようにこれからも訪問して沖縄の方々に寄り添って日本の平和を守っていただけるように心から祈ります。令和という時代が長く続きますようにこの先の両陛下のご活躍を心よりお祈りいたします。仮ゆしは涼しげな記事で実物に触れてみたくなります。天皇皇后両陛下で揃って沖縄を訪れたのが25年ぶりとありました。雅子さまが再びこうして沖縄を訪れることができるようになって本当に嬉しく思います。日本の国が日本人らしからぬ強欲が欲に溺れる振る舞いの人たちに翻弄されようと雨が上がり虹を見せる見えない力の存在によりこの先も天皇皇后両陛下
そして愛子さまが強く守られ、未来に正しくつながりますよう祈っています。両陛下の佇まい、笑顔、おっしゃられるお言葉の数々、それらすべてが私たち国民に寄り添ってくださっていることと感じられて、心が温かくなり落ち着きます。沖縄へのご訪問も心を込めて準備されていることがとても伝わってきました。きっとお帰りになる道中で、そしてお帰りになられてからは、愛子さまも交えてこの沖縄へのご訪問での出来事や触れ合われた皆様のことを笑顔で、または真摯にお話しくださっているのではないかと思えてなりません。いろいろある世の中ですが、両陛下と年の宮愛子さまがいてくださって本当にありがたいことです。お疲れの出ませんように、いつまでもどうぞお健やかに、どうか令和が長く長く続きますように。いかがだったでしょうか。天皇皇后両陛下が沖縄でお召しの仮輸し姿に心が温かくなりましたか。両陛下の仮輸しウェアでの心遣い、陛下のミンサー織りのネクタイ着用、あなたにもまさに沖縄の方に寄り添う両陛下の細かいお心遣いが伝わってきたのではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。